急にね、前の仕事が押してたのと電車の遅延とありまして、遅くなりまして申し訳ございません。今日は、重松寛太選手と須藤翼選手を迎えての、トレーニングマッチ、トレーニングマッチの移動中を、車内配信、させてもらおうと思ってるんですが、ちょっと今まだ合流できてなくてですね、今ちょっと移動駅をね、途中合流地点変えてもらって、ちょっと僕の前の仕事が押しちゃって今移動地点を変えてもらって、今日のトレーニングマッチと今場所の間、ユミさんこんにちは、の間ら辺のところで今ピックアップしてもらおうと思って、待っているところです。で、おそらく間もなく着くような感じだと思うんですけど、ちょっと来るまでは今ちょっとね、つなげておきます。ちょっと今日トレーニングマッチ、相手とか場所とか多分まだ公開できないような状況だと思うんですけど、昨日一昨日ですかね、稲垣選手がね、新加入っていうのがリリースされて、プレー初めて今日見るんですごい楽しみなんですけど、そういうのも踏まえて、カンタと翼とかに、新加入の選手が今、どれぐらいいて、もうその人たちが合流してるのかとか、監督が今不在の状況でどういう感じで日々トレーニングして今、試合に向かってるのかとか、そういうことを聞いていきたいなと思ってます。道がね、今道路も混み合ってるみたいで、今ちょっと遅れている状況です。なんでその分ね、帳尻合わせて、まあ現地着いてもまだ撮って良さそうな場所があれば、ちょっとまあ、調整で時間後にずらした分はそこで続けようかなと思ってます。とりあえずちょっと今駅のね、近くの場所でやってるんで、早く合流して車に乗りたいところなんですけれども、今待ってるところなんですが、早くさえ出るよ。2023年新体制がもうここからね、始まっていくっていうことで、今日は僕が見に行ける一発目のトレーニングマッチなんで、すごく個人的には楽しみにしているんですけども、メンバー含め、今季ね、関東2部の殴り込みということで、今年ももちろんね、1年での関東1部昇格を目指しての戦いになると思いますので、その戦力がさらに今増えているのかとか、そういったところをいろいろ自分の目でも見ながら、全然寒くないです。今日むしろめっちゃ暖かいです。今日は本当ね、気温あったかくて、すごい天気もいいんで、そういう意味では、まあ、試合日和ですね、サッカー日和な感じだと思います。で、今ちょっと前に、打ち込んでますって連絡があったので、ちょっと待ちなんですけど、まあ去年からね、はやぶさ携わらせていただいて、今年もね、引き続き今チームの方携わらせていただいてるんですけど、1年でね、県1部から関東2部リーグに昇格して、そこからね、さらにここからもう1年で関東1部へ向かいたいっていう、すごい大事なステップアップの1年になると思うんですけど、そこになんとか、SNS とかこう YouTube とか使ってね、はやぶさの認知度を上げるというのを、まあ、取り組みとして、小鳥さんこんにちは、ちょっと今カンタと翼と合流する前のような状況でございます。ちょっともうしばしお待ちください。なのではやぶさの今年の自分なりにね、まあ、僕自身も認知度を上げて、はやぶさ FM をさらに広めれるように、
活動をそれぞれ違う角度で頑張っていきたいなと思っているところですが、まあ、選手個人個人にも、個人の SNS を強化した方がいいんじゃないかっていうアプローチは結構してまして、それこそ翼とか、順平とかね、今日も出てくれるカンタとかにもそういう話してますけど、みんな例えば順平がサーフィンしてるとことかね、今日神奈川県選手権、あ、そっか、今日あの藤沢とのやつか、トレーニングマッチじゃないか、すいません失礼しました、僕があの寝ぼけたこと言ってました。あ、かおりさんこんにちは、マジでそうだ、藤沢のねチームと今日あれだ、準決勝だ、すいません大変申し訳ございませんでした、僕があの寝ぼけたこと言ってました。それでその試合を、行くとこでした、はい、すいません、飛んだミスです、一飛んでます、浅草、すいません申し訳ないです、明後日かの昼なんですけど、それで今、もう間もなくそのセットカウントが来ると思うんですけど、そのさっきちょっとね途中だったんですけど、まあ、みんなその選手のピッチ上での姿しか見てないんで、仕事のね、側面とか、え、起きてますね、皆さん朝もう本当に7時から起きてます、信じてください、7時ぐらいから起きてます、前の仕事がちょっと押したっていうだけです。順平が例えばねサーフィンをねすごいやってるっていうのでね、サーフィンのね仲間が試合にね見に来たりとかするんですけど、そこも結構なサーフィンのレベルらしいんですよね、やってるとことか、翼とか例えば地元なんで、あ、翼じゃない、カンタが地元なんで、そういう地元のなんかねことを紹介してくれるのとか見たかったりとか、まあいろんな角度で個人で始めれるような内容あると思うんで、なんかそういうの見たいから やって、はやぶさの今応援してくれる人たちからまずは広めていって、そこから自分たちがファンを獲得していけばいいんじゃないかみたいな話なんかこの間もちょっとしてたんですけど、なんで去年ねゲームキャプテンずっとまあやってる試合が多かった田代蓮太とかはね、あのミニマリストって言って、物捨てまくるやつ、物捨てまくるって言うと言い方良くないですけど、その余計なものを置かない、シンプルに過ごすみたいなのを結構地でやってるみたいで、だからそういうのとかも、まあ、結構めちゃめちゃだから部屋が綺麗らしいんですよね、いつ行ってもだから、そういうのも僕とかからしたらめちゃくちゃすごいなと思うんで、そういうのとかも動画にすればいいのにって言って、今日何捨てたとか、何買ったけど何捨てたみたいなのがあって、どうやったらこんだけ、まあ、綺麗に保てるのかとか、そういうのも単純な興味があるんで、そういうのもありなんじゃないかなっていうのはレンタルとかにも言ってたんですけど、まあみんな今年入ってくる選手もね、どういう人間的にもどういう人かとかもまあ楽しみですし、そういう人たちとまた今いるメンバーがどういうふうに絡んでいくのかっていうのも楽しみなんで、そこら辺も楽しみが多い時期ですね。まあどうなるんだろうっていうのもありながら、で今日は準決勝で藤沢も強いらしいんで、吉村さんこんにちは、後で県準決勝応援行きます、ありがとうございます、僕も応援行きますので、ぜひ今年も早見さんよりもよろしくお願いします、現地で見かけたら気軽に追いかけてください。今ね渋滞説あります、渋滞説さっきちょっと出てたんですよ、で道の広いところで待っててくださいって言って、その道の広いところが僕のこのセンスが問われるところなんですけど、本当に近い出口から出た、ま、広い道路、赤堀さんありがとうございます、向かってますと、また現地で声かけてください。混んでるんすかね全体的に、ここの僕のいる道はそんな感じはしないんですけど、高速か下道が置いてかれた説だとしたら、ちょっとその個人のチャンネルみたいに
個人のチャンネルみたいになっちゃうかもしれないです。置いてかれたとしたらこのはやぶさイレブンの今年の抱負を勝手に語ってる個人のチャンネルみたいになっちゃうかもしれないです。今だからずっとね、あの通ってくる車を見ながら、あの通過されないようにちょっとここに俺はいるぞっていう主張を結構して立ってるんですけど、その通りいましたみたいになるのが一番きついんで、通りましたよみたいにならないようにちょっと今チラチラね通ってる車を見ながら、さっきこの状態で今ちょっとあの手持ちで配信してるんですけど、さっきこの状態でずっとやってたらタクシーが止まっちゃったっていうちょっとねアクシデントがあったんですけど、ちょっと軽く頭下げてすいません違いますという感じではあったんですが、それぐらいちょっと前目に乗り出して今インカメでね配信してるんで、見る人が見たら手挙げてんのかなって見えちゃったか申し訳ないんですけど、ちょっとカンタと翼に置いてかれてないことを今願い、車をチラチラ見ながらの配信になってます。でインカメで撮ってるんですけど、その周りから見たら車めっちゃ撮ってるやつみたいに見えてるかもしれないですよ。まさかインカメで自分のことを駅の近くで撮影してるやつとは思ってないと思う。で今ね、あ、え、翼から着きましたってラインがあったんですけど、一切そう来ましたっていうラインが今ポンって出てきたんですけど、一切確認できないです。これやばいかもしれないです。着きましたってここのタイミングで全然いないの。いや、あのね、LINE の位置情報で送ってるんで、そんな道違うなんてことはないと思うんですけど、あれ違うな、違いますね。ずっと車撮ってるやつみたいな合流失敗説、この一発目の今シーズン一発目の試合でまさかの合流失敗説出てますね。これちょっと黄色信号です。合流の失敗。でもハザード焚いてる車の前にいたのですが、でも誰も降りてこないんで、え、違うの、走り出したの。いや、あのハザード焚いてる車かと思って今ちょっと僕が近寄った瞬間に再発進しました。これかな、違うか、こんなちょっとやからっぽい車ではないって。あ、ちょっと今翼から電話があったんで行った。ちょっと待って、あ、これそっちでもしかしてあれ出してる地図、こっちで出しちゃう。これライブ配信できてんのかな。あ、でも人数増えた。できてますよ。本当に？はい、こんにちは、皆さん。こんにちは。あ、ちょっと待って、じゃあカメラ切り替えるわ、そっちに。ちょっと、はい。え、音楽ありっすか？いや、音楽まずいだろ。著作権をフレフレだろ。これ、見えてんのかな？でもね、ライブの時間進んでるんだよな。すいません、誰か見えてたらコメントください。じゃあ、俺が一回じゃあ見ますか。うん。見えてなかったら再接続するから。ちょっと見てみて。さっきね、16人ぐらい見てくれてたんだよ。あ、見えたやつ見えた。なかったら再接続するから。見えてます。本当に？はい。やば、こナンバー映す。さっきね、16人ぐらい見てくれてたんだよ。今6人。見えた。なかったら再接続するから。見えてます。あ、見えてます。あ、本当に？オッケー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 。あ、小鳥さん合流できました。あ、すみません、吉村さん見えてますと。あ、今、合流できました。ちょっと置いてかれた説出てたんですけど。いや、分かりづらいですよ。分かりづらいですよ。怒んないでよ、もう。焦ってたんだから、俺もずっと変なやつだと思われてたんだから、一人でずっと喋って、携帯見て、Bluetooth のイヤホンつけてさ。全然違かったっすよ。送ってたのか全然違かった。はい、ごめん、 LINE の位置情報全然使いこなせてなかったわ。あ、カオリンさんがお疲れ様です、カンタ選手、翼選手と。お疲れ様です。
ね、小鳥さんも良かったと合流できてありがとうございます。僕ももう半分以上今置いてかれたかなと思ってました。どうですか今日すいません、僕あの練習試合だと思った練習試合だと思ったいやでも思い出したんですよちゃんと。あ、今日藤沢との準決勝だと思って、そうですよ、はい、指摘いただいて思い出して、あ、とんでもないミスしてたと思っていや今日はじゃあどういう感じなんですか、監督不在で戦うんですか。そうですね、小佐さんがそのまま監督代行っていう形で、どうですか今日もう宣言もらっていいですか。今日公式戦で後で結果わかるんで、この試合前はねもちろんちょっとピリッとすると思うんで、はい、今まだこのまだ今まだそのガッていうムードに入る前の状態で今日の試合どうなるかっていう翼からまず展望、はい、もう 2-0 っすね今日。 2-0、はい、翼はどう。はい、 2-0 っす。活躍的にはどんな感じのイメージですか。まあそうですね、今日はでもなんか負ける気あんましないですね基本。おいいね、まあ、なんか負ける試合っていうのは今年が去年から一回もなかったじゃないですか、うんうんうん、イメージ的にももうなくて、まあ、チームとしても多分結構いい感じで来てるんで、うん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 、まあ、そうっすね、まあ、純平くんと浩平くんが決めてくれるんじゃないかな。ああ、純平浩平のアシストでオナココンビで、はい、で中盤をカンタと翼がしっかり締めると、はい、僕が潰すんで。いやいいね、デュエル翼、はい、でも綾瀬ちょっとやりづらいんですよね個人的に。あ、そうなの。あんま好きじゃないってあそこ。何それはピッチ的に、はい、それともなんか相性が良くない的なこと。グランピッチ的にですね。あ、そう。え、ジンシバ、ジンシバっす。ゴムチップ多いよね。あ、ゴムチップ、あの試合終わったらめちゃめちゃスパイクからゴムチップ出てくるタイプ、はい、あるね。ゴムチップ多いとこさ、でも真夏とかの方がきつくない。あ、きついっすね、めちゃくちゃ暑くなるし、はい、あ、そうなんだ。綾瀬初めて行くわ多分。綾瀬どっかの試合でやった去年。やったよね、やった。自衛隊のとこだっけ。あ、マーカス、マーカス、あ、マーカスとやった時そこ行ってたんだ。なるほどね。カンタは今日の試合どういう風に思ってる。とりあえず、今から事故んないことをそんなとこから入るの、はい、そこから。そんな暴走運転、暴走運転しないでよ。でご安全にだよ。ワンアシスト、うん、ゴールは。今日言えばワンゴール。カンタそれ。アシストワンゴールですね。カンタ髪自分で切った。自分じゃないですよ。あ、これ後ろから見てるからかな。変ですか。いや、その後ろから見てるから変ですかって言ったら、ここが浮いてるからさ、後ろから見てるからか。ですか。パーマかけたんですよ。え？ツイスト。あ、本当だ、ツイストかかってる。あ、ちょっと目覚めちゃった。はい、イメチェンで。カットちょっと16人みたいな格好つける傾向あるからな、その皆さん、あのカンタのねインスタ、あのフォローしてちょっと見てほしいんですけど、本当にピッチの感じから想像できないぐらい格好つけてるんでちょっと見てほしいですね。俺本当にインスタなるべくね選手の分かったらフォローするようにしてるんだけど、あ、翼投稿してる？そんなしてないよね。俺あんましてないですね。そうだよね、はい、翼もじゃあ今年投稿ちょっとあれかやってっか、増やしてグラビアアイドルとかの投稿増やしてっか、ちょっと翼は。行きますとりあえずもちろんとりあえず増やしてっか、はい、カンタはだからもっとそのそこもストロングポイントだから、はい、インスタかっこつけてんの、はい、だから遠いに負けない。いや、あいつには負けますよ。いや、遠いもやっぱめっちゃかっこつけてるから、その二大巨頭だから。でも表現の場なんで。まあいいね、右方向です。でもちょっと爆発させてほしいね今年も。自分のファッションを見てほしいみたい。できれば俺この移動中とかもサングラスつけといてほしかった。いや、それ思いましたよけどサングラスしててよ別にいいじゃん。ピッつく5分前ぐらいに外してたら別に気になんねえじゃん。これだから普段のちょっとカッコつけてるバージョンのカンタが見たいというかさ、こっちは。いやそう、表現してるバージョン。だってその本当のカンタはそっちでしょ、はい、サングラスとかつけちゃう系でしょこういう時、はい、さっきまでつけてました。いや、だからつけといてよなんで外すのよウィースとか言ってやればいいの
それでさっきまで直前でレゲエみたいなかかってたもんね直前までレゲエじゃない。あ、小鳥さん今日眩しそうだからサングラスありと。ちょっとリクエストあるからちょっと事故っちゃいけないから本当事故んない感じでいい感じにかけて。今日試合配信するんですか？試合はできないよさすがに。でもね今年はなんとかさ、はい、その試合をさ配信したいなっていう案を今出してるのよ。南葛とかがやってるみたいにライブで実況配信ができれば、ただまあなんかそのめちゃめちゃ高いとかああいうのは難しいから、なんかいい方法がないかって今模索してるんだけど。おっ、カトちょっとあの後ろ向くと危ないからさ、バックミラー越しに。いいねいいねいいね、ちょっと運転には集中してください。いいね、てか結構渋い。渋いっすか？いい感じになりそうだね、あの年齢重ねた時に渋さ。だから海の男目指してます俺は。あ、ちょっと静かにしてほしいかも。海っぽく、海っぽくはないけど渋い、渋いかも。ヒゲ生えんの？いや、ヒゲ生えますけど、うん、ギャーなんですよ自分。あ、そうなんだ。清潔感系の方がいいんだ、ワイルド系より。ちょっとでもカンタ、カンタ今年はだからあのミドル、はい、ミドル炸裂させてほしいなっていうのはあるんだけど個人的に、あの去年のあのあそこなんだっけ、ウッチーが PK、 イトゥアーノ、イトゥアーノ戦であのちょっとなんかアイデアあふれるロングシュートみたいなあったじゃん。 あれもあのキーパー前出てるからって言われてて。あ、なるほどね。永井さんに、あ、永井さん言ってて、その指示もらってて、あの位置見てみる、うんうん、で、その直後、あ、来たと思って、うん、行ったんですけど、スーパーセーブですね。あれ反対、あれ利き手逆だったら止めれてないんだけど ね、 止めてないですね。持ってないなと思ったけどな、ね、いやでも、あれは技術高かったけどな。小鳥さんが後ろからもいい感じですよ、カンタ選手って。ありがとうございます。調子乗っちゃうんですよ。いや俺でもね調子乗っちゃった方がいいと思うよ。俺調子乗ってますよ。うん、その方がいいと思う。本当にそういう根拠のない自信とか大事だと思うよ。変にやっぱりさ萎縮しちゃうとかより全然いいと思う、そっちの方が。いやどんどん、え、これってさ天皇杯に続くやつ？そうです。これで優勝すれば、うん、あれっすね、大学生とかあるじゃないですか。あ、関東、そっかそっか、その予選か。もう一個、もう一個これに勝たないと神奈川県一になれないってこと、はい、あ、待った、今なんかコメント出たけど浮き出て消えちゃった、やっちゃった。まだそのサングラスは純平選手のなんとかって書いてたの。もう一回コメント出た。あ、これもサングラス12個あって今、うん、で、あ、使い分けてんだ。関東大会で、うんうんうん、アシストしたら、うん、純平くんにアシストしたらサングラスあげるわ、え？言われて、うん、でアシストしたんですよ。うん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 、でそしたらもらいました。これは自分のなんですけど。あ、なるほどなるほど、その情報を知ってたってことかな、今の。あ、ストーリー上げてるんですけど。なるほどね。純平くんからもらった。え、レイバン？レイバンのサングラス。何レイバンつけちゃってんの？海の男じゃん。アシストしたらやるわみたいな感じで純平くんに言われて。あ、じゃあ純平なんてもうザ海の男じゃないの？サーフィンあれでって。ちょっと憧れてるとこあんの？ありますね。サーフィン教えてもらいたいです。あ、サーファーなの？丘？今年から始めようかなと。あ、なるほどね。今んとこまだ丘サーファーだけど、こっから海に出ていくと。そうそうそう、サーフィン難しいでしょあれ。サーフィン始めたいなと思って。あ、インスタで見たと。あ、カオリンさんが言ってたね。インスタで見たって。簡単の、はい。え、なんかサーフボードを抱えて海辺でなんかカッコつけてる写真みたいななかったっけ？あります。あれやってないの？やってないっすよ。じゃあ丘？ただの丘？はい、だからこっから本格的にデビューしようとしてるの、はい。なるほどね。いいんじゃない？でもそういう一面のカンタ、じゃあだから撮ってこうよ。動画回してこうよ、そういうの。だから趣味見つけたいなと思って、うん、でサーフィンとゴルフしたいなと思って。金かかるとこ行くな。まあいいけどね、生涯スポーツだし。ゴルフはできた方が絶対いいけどね、
あらゆるシーンで。ゴルフはもう万能すぎる、できたら。かなと思ってます。あれ、翼とかあったら同い年だよね。ダメです。あ、いいね。で、あとリュウジがこの3人組って感じ。あとシュートっすね。え、シュート同い年なの。はい。あいつちょっと年上かと思ってた。あいつ同い年なんだ。同い年。あいつなんか意外な、なんだっけ、プログラマーみたいな、なんかそういう感じじゃないっけ。絵描いてますね。絵描いてデザイン。デザイン。デザイナーなんだ。はい、デザイナー。意外だよね、あのゴリゴリのプレースタイルで。そのなんか繊細そうな仕事してんの。シュートでもなんか遠かったからね、家が。シュート何、どこに。横浜だっけ、前横浜で引っ越したんですよ、こっち海老名ら辺に。はあはあはあ、だから別に遊ぶ機会も絶対いなかったっす。ああ、だからちょっとまあその3人とっていうよりはあれなんだ。そうですね。シュート、そうなんだ。てか若いんだね。俺もうちょっと26、27ぐらいいってんのかと思って。見た目ですね、それは。え、じゃあ今一番若いのが嵐、ジョアンが一番若い、はい、の上が遠いとか。あ、そっか。え、遠い、その1公演なんの。そうです、自分の2個下なんで。だから自分の1個下がいないです。ああ、なるほどね。カンタと翼が 23? 3だもんな、もうやりたい方だよ、23なんて。何にでもなれるよ、こっから。え、今日のでもさ、藤沢って前評判めっちゃ強かったとこじゃないっけ。今年健一上がってくるって言われてたとこじゃないっけ。だけど入れ替えで負けちゃいましたね。だよね。はい。なんか持ってるか持ってないかやっぱ重要だよ。結構うるさいらしいっすよ、監督とかも。ヤジ。あ、そうなの。めっちゃ飛ばしてくるらしい。それでじゃあ、カッカしないように。翼とかちょっと、カッカってスイッチ入りそうだもんね。俺、カンタは、カンタはスイッチ入んない、そんな。全然入んないっす。あ、いいね。俺、もうあんま良くないからさ、そういうの。スイッチ入っちゃうから。スイッチ入んないやつの方が絶対クレバーだから、いいよ。全然入んないですね、俺。むしろ、なんか、やられたら入りますよ、自分に。はい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 。けど、その、なんか、なんとなくのヤジみたいなんだったら全然、保てる。はい、その保てた方がいいよ。そういう方が絶対、冷静にやれるのが優秀だから。え、今日は何？その、でも、藤沢だから別に相手のホームってわけでもないもんね。中立的な場所なのかな、綾瀬って。まあでも伊藤アウト教員がやってるんですよ。あ、それがもう片方のあれってことか。で、ここで優勝して勝ち上がったら、それこそ大学生の、そうですね、神奈川どこが行っちゃうあれなの今。桐蔭とかじゃないですか。あ、桐蔭か。桐蔭イケイケか。毎年出してるもんね、 J と、はい、田中碧とかあの辺そうじゃないっけ。田中碧は、いや、田中はフロンターレです。あれ、ユースから桐蔭行ってないっけ。ユースからそのフロンターレじゃん。あ、それだいぶ作っちゃったわ、じゃん。いや、でも桐蔭今結構多かった気するけどな。桐蔭強いっすよ、普通に。え、トレーニングマッチやったことあんの。ないっす。桐蔭で、JFL もあれって、あ、JFL は枠あんのか。大学と社会人が枠争うんだよね。だから、今年、関東2部だから俺ら、多分これがなくなるんだよね、うん、来年は。関東1部上がったら？いや、関東2部上がったんで、この予選が多分なくなるんですよ、うん。ああ、そっかそっか。その1個、本戦予選みたいな状態ってことね。で、神奈川代表になれれば天皇杯出れるってことね。え、JFL 枠ってまだあったっけ。いや、わかんないっすね。天皇杯はね、出てるよ、俺も何回か。マジですか。うん、天皇杯出たいっす。天皇杯いいよ、出たもん。マジ大学の時。それは何枠、どこ県枠。神奈川、岐阜県枠です。岐阜枠。
あ、そっか、カンタ岐阜にいたのか。大学で岐阜で撮って、いや FC 岐阜しかいないんですよ。はい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 。FC 岐阜ってやんの？いや、やんないやんない。岐阜セカンドとかでもやるんじゃないの？ありました。そうだよね。そこで買って天皇杯。あれ誰がさ、あ、ヒデが近かったんだっけ、三大で。あ、そう、ヒデ君やってましたよ。ヒデこの前の試合良かったっぽいね。あのシュートとか見てる、なんか全部試合に絡ん、得点に絡んだみたいな。あー、はい、スーパーでしょ。調子良さそうで。2試合連続じゃない、しかも鎌倉も品川も。そうなんだ今。あ、そっかそっか、ズドン決めたのと、アシスト元気さんってコーナー、あれもいいシュートだったね。やっぱ品川うまいっすね。結構なんかだって PK までもつれてだよね。タジが結構ビッグセーブあったんでしょ。俺らさ3枚くらいプレスかけてさ剥がらされたやつあったじゃん、うん、あれマジうまいな。何、ここが強いの、組織力が高かったの。ここがうまいっすよ。あ、そうなんだ、結構やるんだ。じゃあリーグ戦も品川の試合は俺見れなかったからさ、はい、それより後から来たから。品川やるとは聞いてたけど。戻りやん。こう走ってきましょう。え？反対側。そうなの？つばさあと到着何分になってる？16っす。間に合うよね。間に合います。え、集合何時？1時半っす。あ、じゃあ大丈夫だね。まあ、そのままだから延長して。今ね、23人の人がカンタのバックショット見てます。ちょ、コンビニ寄りたいんですけど、寄りますかね。うん、いいよ。6分だから余裕。本当はこう前からあれの方がいいよね。ここら辺ってことですか。うん、前に置いて、あ、前に置いて、あれちょっとさ翼カンタの横側取っといてもらっていい？俺あの前のあれできるかもしれない。もしかしたら。やだな。今高速走ってます。プロフェッショナルみたいに語ってよ、そんな感じの横顔。仕事の流儀。サイドハーフの流儀ですか。サイドハーフの流儀語ってよ。あなたにサイドハーフとは。でも、ハヤブサ入ってから初めてサイドハーフやったんですよ。え、トップ下ずっとボランチ。トップ下とフォワードっす、自分。え、フォワードなの。テントリアス、なんなら。あ、なんかイメージないの。じゃあだいぶ影潜めてたんじゃないの、今年とか去年。だから超やりづらかったっす。フォワードなんだ、カンタ。はい。それちょっとじゃあ、感化するかもしれない。はやぶさ、本職みんな違いますよ、結構。翼はどこ？俺もフォワードとサイドハーフ。翼もフォワードなの？はい。え、めちゃくちゃフォワード多いじゃん、じゃあ。翼のフォワードどういう系のプレイヤー？俺っすか、うん、ボール持ってドリブルっす。パスして前で裏取ってって感じ。まあ動き出しもいいですけど、うん、足元入って結構ドリブル、はい、作る系ですね。翼のフォワード見てみたいな。俺裏系だな。え、勝ったら裏抜ける系。裏抜ける系です。俺フォワードだったんだけど現役の時、はい、足遅すぎて裏にめちゃめちゃいいスルーパス出た時は、はい、オッケーオッケーってあの手当て叩くやつ。ちょっとオッケーオッケーのやつ、あの今の分かってるけど合わなかったみたいにして、はい、味方は全員分かってんだよ、俺が裏行かないって、はい、だけどめちゃめちゃいい感じのスルーパスで、でも敵にバレちゃいけないからオッケーオッケーって今のねみたいな感じのやつずっとやってた。小芝居みたいな。いますね。ただ届かないね、初めからどんだけダッシュでいても。つばさ、これどうやって開いたっけ。なんか順平と攻略してなかった。無理やりっすね。そうだ、ちょっと待って。今25人の人が、カンタの横顔。でも全然やっぱ増えてきたよ、はい、ねえ、この間より増えてるよね。いや、コメントしてほしいですね。そう、コメントしてほしいです。コメントできる人は今10番の重松カンタと翼19、はい、19番の須藤翼選手、両方とも今年の関東一部において、
キーマンになるであろう選手の社内配信を行っているんですけど、来ました。お、すごいじゃん。なんかそれさ、前の方パチって止めれない？止めるの無理か。あ、これでさ、これ絶対無理って。じゃあ翼、これでさ、インカメ、あ、いけそうじゃない？どう？それか、これインカメに変えて。厳しいっすね、多分。でかいっすもん。一回ちょっとやってみる。そこでさ、インカメではめ込んで。ちょっと待って。これでさ、こんにちはって、誰、誰、何さん？佐藤。佐藤さん。はい。こんにちは。こんにちは。およそ3キロメートル先。前の。いや、俺が持ちますか。カンペ意識しちゃうから、カメラ、翼ダメだって、向けんな。行くかよ。カンペすげえカメラ意識しちゃうから、運転に支障出るって。あ、いいっすね。あ、いいじゃん。これでいいじゃん。それ翼がコメント拾ったの。あ、これにすればよかった。スクショタイム、スクショタイム、スクショタイム。シャーンって落ちないかな。大丈夫だったんです。結構滑り止めついて。いいじゃん、これですればよかったね。カンって意識する。これコメント流れるんですか？コメント出たらね、ポーンって浮き上がる。止まるやつにしてくださいよ、ナメさん。お、出てきた。こんにちはって来てます。こんにちは。名前読んであげて。カオリンさん。あ、みんな見れる。これいいっすよね、この画角。これいいっすね。これだわ、これが正解だった。今やっと後半にして正解を導き出しました。今後この角度を参考に、社内配信の時はやっていこうと思います。でも SNS やっぱチェックしてくれるのいいっすよね。いいよ。じゃ翼だから一回ちょっと雰囲気出そうか。カンタのレイバン翼のチェック下のやつつけよう。ああ、はいはいはい。順平くんの試合前一回気持ち作っていかないと。準決勝だから。これだって事実上さ、ここであと2つ勝って、よし。ちっちゃい2人ともなんか。これこっち壊れてるっしょ、多分。なんで？壊れてない？壊れてない。緩くね、こっち。俺のサイズに合わせてる。あ、そうだ。カンタ顔でかいって。ちゃんとあれだもん。メガネ屋さん行って直してもらったもん。いいじゃん。だから順平くん半高いじゃん。うん、ここがあの曲げないでストレートの。順平も外国人顔だもん。俺もレイバン持ってるけど、元カノにもらいました。コメント浮き上がった。サングラス似合っているよ。あれだっす。23歳だよ。小顔つばさ選手。あだっす。ここは手口じゃない。だってさ、それこそ翼カンタリュウジシュートとかはさ、大学生ってやっても走り負けちゃいけないもんね。あんまでも俺こんな走れるキャラじゃなかったんですけどね。いや、走ってるイメージあるよ、ハードワーク。コメント翼読める？俺ちょっと目は見ない。え、ちょっと見えづらい。 iPhone 消えちゃった。でまた次のコメント入ってる。これ邪魔だ。コメント読める。翼コメント担当ね、重責だから。コメント出た。サングラスで読めないから。無事合流できてたって来てます、ナメさん。あ、合流、はい、合流できました。拾いました、僕たちがナメさんを。しかも一回ね、ハザード焚いてる車は俺が近寄ったらブワーって発進してたから。やっぱり巻かれたと思って途中で。右オーケー。けど今日準決勝か。じゃあほんといい勝ち上がり方期待してるよ。でも結構前線個の能力高いらしいっすよ。やるんじゃない？なんか強いっていうのは聞いたよ。はい、まあ、全然その情報は知らないけど、細かい。何見てんのこれ。20人。さっきでも25人まで行ってたから。100人まで行きましょう。そうだね。毎回続けてって、まず100人目指したいね。はい。あ、コメント出た。よかった、置いていかれなくて。置いて。だからこっちに人がやっぱ流れてくるように、
で翼告知してないっしょ絶対。これだよカンタ。カンタはストーリーで上げてたもんね。はい。翼もだからグラビアアイドルのいいねばっか押してるからさ。確認したらインスタで。見ました。見たよ。また押してるよ。押しよ。あ、急発進ダメ。急発進ちょっと気をつけて。急発進だけど。なんか位置変わってる。およそ600メートル先、白山公園。もうちょい、ね、下向けてだね。そう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 。そんな感じ。下すぎ。いいよ。お前らもいい。笑われちゃってますよ。カオリンさん。カオリンさん、翼言ってくださいよ。はい。グラビアアイドルばっかりいいねしてますよ。いいじゃないですか。カンタね、ちゃんと投稿したもんね。はい。ね、この後ちょっとしました。いやマジで、翼も結構出てくれてんだよ。この。いや俺はチリチームになって出たがり、出たがりじゃないですか、なんか俺いいじゃん。だからもうあの今は亡きブロッコリーさん、ブロッコリーさんが引退したわけじゃん、もうだから翼が引き継いで、あのヒデとトビのポジションを翼がだから持っていけばいいんだよ。まあ時間が合えばっすね。いやいやもう忙しいんだよ。俺忙しいんだよ。めちゃめちゃレス早かったじゃん。毎日忙しいんすよ、なんかめちゃくちゃレス早かったんだってマジで。そんなこと言ってる。ナメさんマジで忙しい。多忙なの。これ仕事だから、だから。そうです。の左方向です。続いて右方向です。またツアス選手ナメさん話をお手伝い紹介してくれますようにって来てます。あお手伝いね。はい、紹介しますよツアスさんには。お願いします。コンビニここしかないっけ。いやまだあるし。サービス精神。俺ちょっとマジ頭悪いんで、うん、漢字読めないんですよ。もうお前の思った読み方でいいよ。はい、いいっすね。こっちがあと噛み砕くから。はい、じゃマジで俺結構ない系なんで。え、高校まで大学、あれ大学出てるっすよ。出てるっすよ。だけど勉強はもうしてないか、だいぶ前から。してないっす。いやそうでしょうね。で俺やばいっすよ普通に。クラブユースとかあるじゃないですか、高校の全国大会。うんうん、俺行ってないっすよ、補習で。え、学校？学校行ってました、夏。翼だって、アントラーズユースでしょ？そうです。アントラーズの時全国取ったでしょ？取ってます。それ行ってないです、夏のクラブユース。なんで、コメント置き合って、コメント見逃すなって。漢字読めないのはいいけど、コメント見逃すなって、また上がってくるから、ポンって。コメントいっぱいください、お願いします。いや、だから上がってたのよ、今。上がってた。見落としてんのよ。あ、マジっすか。できたらまた浮き上がるから、コメントがポンって。でも高校楽しかったっすね、寮でみんな。アントラーズユースなんで同世代、誰世代近い今アントラーズで活躍してるやつ。ロキーっす、キーパーのロキーユーヤっす。あ、キーパーが同じ年。はい。へえ。で、琉球に一人竹澤ってやつが二人上がったの、その時から。いや、大学から竹澤ってやつが上がって、うん、ロキーは高卒で上がりました。高卒で上がるのかなりすごいね。すごいっすね。相当厳しいよね、即戦力じゃないとね。厳しいっすね。でも高校意外ともう見てくんないでしょ、今何年か。2年ぐらいとかしか見てくんないじゃん。ああ、ここあれじゃん、もう分かるっしょ。でも楽しかったっすよ、寮。9時には携帯回収してたんで。俺もだって全寮だもん。マジっすか。うん、香川西ってとこ行ってたから。俺実家京都だけど。うい、全寮だから、もうそうだよ、携帯とかも。もう回収されてたわ。あれ、カンタも寮？寮です。セーサー。え、それ、セーサーってどこ？何県？神奈川県です。え、同じ県内で寮入ってたの？そう、あれっす。あれがあるの？大磯の方なんで。大磯、ロングビーチの大磯？はい。厚木から朝練通えないんで。え、寮住んでたの？寮住んでました。あと、普通に自立したかったんで。サングラスつけたやつが待ってんだよな。自立したかったんでって社会への抵抗みたいな。え、リュウジは？リュウジは平塚出身なんで、あいつはチャリで来てました。リュウジじゃ近いんか。リュウジ近い。精査って何？その最近、え、昔はその、で昔変わった？いや、最近ですね。あ、ここ10年ぐらいの学校、はい、奥寺さんが作ったやつなんで。え、あ、奥寺さん。はい、そうです。OSA アカデミーっていうやつがあって。
で、自分の1個上が、うん、あの横浜 FC の今キーパーやってます。あ、そうなんだ。 1.5 キロ道なり。 FC さっていうのはさ、漢字どういう字？星にイカだす、うん、うわ、むず漢字の表現でイカだってって全然ピンとこなかった。奇変に、うん、あのさ、はあ、はあははあ、はあ、それで、はい、え、それイカだって読むの？イカだって読みます。へー、精査って初めて聞いたな。ここ何年かはじゃあ結構強いんだ。強いっすね。え、選手権とか出てくるぐらい？いや、全然全然そこまでいかないですもん。ベスト16とか自分たちの例でベスト8です。ベスト8でも神奈川だったらもう相当有名どころか。はい、東院とか東高、東高、日富士、日大富士サーカー、はい、とかっすよね、強いのは。私立っしょ。そう、私立。香川西も私立だって。私立っすよね、やっぱゴリゴリ、全量、ボコボコ、毎日毎日、毎日誰かやめてくれマジっすか。毎日誰かやめて。27人見てますよ、今。え、27人見てます。だって50何人入って13人しか卒業してないもんね。ガチですか。え、先輩とか怖かったですか。めちゃくちゃ怖いよ。ボッコボコされてた、お前ちゅう正座で、ま、夜中豆電球の部屋呼び出されてボッコボコにされるんだよ。やばいっす。で、俺らもありましたよ、そういうの。お前らの世代であんの珍しくない？今なんかもうだって相当厳しい。俺らの世代までじゃないですか、多分。いやいや、もう今あるって相当珍しい。俺らなかったっすね。それユースは、そのユースのそっちがあれだよ、やっぱ本来。いや、でも前はあったらしいっすよ、いろいろ。まあね、スポーツはやっぱ多少あるよ。ありますよね、うん、キーパーそういうのやりがちだね。結構キーパーあるあるで、タジやりそうだもんね。やりそうっすやりそう、タジやりそう、タジやりそう、めちゃめちゃ風評被害、あいつね、やりそうだもん。キーパー結構理不尽なやついるよな、イメージ湧くわ。ちょっとジャイアン系のその性格のやつがやっぱキーパー多いイメージあるからね。タジ君ね。タジやってんな。タジ君じゃん、もう。で、俺タジ君と最近筋トレしますよ、一緒に。タジはあいつ相当上がるっしょ。やばいっすよ。で、鬼っす、メニューが。え、タジと順平だったらどっちがベンチ上がるかな。いやどうなんですかね。いや、去年さ、はい、あの田坂さんと淳平対決させるって言ってて、はいはいはい、田坂さんのスケジュール取れなくてさ、はい、その対決に至らなかったのよ、はい、で田坂さんも あの監督になっちゃったじゃん、はいはい、イラガンツの。だから淳平と田地の対決も見たいなと思って。淳平が一回トビとヒデを指導しに来るみたいなのがあったの。 はい、あと翔太。めちゃめちゃでも上がりそうじゃないですか、ベンチは。100はだって余裕でいくっつったから。ガチっすか。うん、えぐいよ、怪物集団だよ。無理っすよ、俺50。トビだけ記録なしだった。俺全然上がんないっすよ。それちょっとじゃあコンビニ、はい、セブンの中は俺もちょっと買うから、インカメで行こうか。じゃあ、はい、インカメで行こう。コンビニの中のね、商品とかはちょっと見せないで。今27人の人来てくれてる、ありがとうございます。今ね、天皇杯の、天皇杯予選の準決勝っていう言い方で合ってるの？あ、そうです。天皇杯予選で社会人なんとか枠を取る。セブンの中でカメラ回してたらいたずらするやつみたいな感じになっちゃうからさ、ちょっとすいませんね。あの今食事をちょっと買って、それで今決戦の場に向かっております。やっぱそぼろご飯いけてるんじゃない？これ意外と小さいか、これじゃ足りんか。そうか、なかなかね、画角がね難しいんですよ。映したらいけないとかもやっぱね、普通に映っちゃいけないとかもありそうなんで。で、今もうちょっとでね、会場の近くということでコンビニに寄って、最後のね、食事とか、まあ軽食ですかね、彼らはもう試合あるんでの状態でございます。今日はね、しっかり、はやぶさの本当この自覚を持ってという意味でね、行動されてますっていうので、
あ、パン派？俺パン。米よりパン派？俺試合前甘いの食うんですよ。あ、何その、それ何、はい、ルーティン的なのあんの？いや、あんまないですけど。ないんかい。甘いの食べたい。いやいやいや、ブル入れてる人いるやん。ブルブルブル。試合前にブル入れるタイプの人？カンタは試合前にあの翼授けてる。ブル入れるタイプです。授けたんで。あ、そういうの行くタイプなんだ。甘いの。甘いの。翼試合前にあのナイススティックチョイスします。結構甘いので整えるタイプみたいです。いやでもそれやった。カンタはちなみに米派でしたね。カンタおにぎり買ってました。翼の話です。ちょっと意外でした僕的に。僕はどっちも食います。これもう揚げ物見ちゃうと絶対食いたくなるんだよな。今カンタがレジで買ってます。ちょっとお待ちくださいね。また車内配信戻りますんで。今間もなく会場に着くところでございます。あのささみ梅のやつもらっていいですか。はい、あ、でこれ温めてください。すいません、ありがとうございます。すいません、もうちょっと待ってて申し訳ないです。もう終わりますんでお待ちください。食べたいのたくさん食べたらいいのにって。ちょっとね、今あの黒お願いします。アメリカンドッグ行くか迷ったんですけど、ちょっと一旦僕はあの選手と違って試合があるわけじゃないんで、どっかのタイミングでおいで何か食べようかと思って、今ちょっととりあえずのやつだけ買いました。すいません、今ちょっと最後試合前のやつでちょっと寄ってます。今日勝てば次が決勝と、でそこに勝てば今度大学生とか、関東リーグのチームとかも入っての神奈川県代表の天皇杯の1枠を争う戦いになります。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうも田中はじめさん、はじめまして、ありがとうございます。今日ははやぶさイレブンの、天皇杯予選の 準決勝、そうですね、予選の予選みたいな言い方なんですかね、本戦のあれにかけた予選っていう感じですね。翼ちょっとセットしてもらっていいですか。 OK。 新しい人とかも入ってきてくれてます。ありがとうございます。25人になった。さっき27人とかまで行ったよ。わお。今日の試合の相手は県2部ですね。エブリサ藤沢っていうチームです。ただ結構あれなんだよね、気合入ってんだよね。おリクリク気合バチコリ入ってますよ。相手も結構その強いみたいで油断はできないところなんですけど、まあでも落ちるかもこれ。2人が見てるのはここじゃないしね、はい、もっと高みを見てるから。ダンス落ちるかも。急発進の時だけ押さえてください。実際あんま変わんない。結局ナイススティックでいったの。はい、これうまいっすね。たまに食べると。わかるわかる、いい感じの甘さだよね。甘い甘いの食べますね俺試合前。2人ともレッドブルいってるよ。ああ、ルーティーン。で試合前に入れんのレッドブル入れます。そもそもエナジードリンク好きやん。コメント読んでこれ家だよ俺。永井さんが辞め、今監督どうなる。監督今だ決まってなくて、コサさんっていうコーチが今代わりにやってくれてます、うん、あ、じゃあ新加入のメンバーはまだか。
そうですね。登録上間に合ってないか。間に合ってないです。え、もうあった。ありましたよ。誰ですか。新加入の人ですか。うん。なおつさん。ああ、そっか。新加入っていうか、戻ってきたみたいな。出戻り。まあ、いなさんとも会いましたよ。ああ、稲垣くん、すごい、いいんでしょ。まだ俺、見たことないけど。あんま一緒にまだやってないっすね。あ、そうなんだ。で、今日とかも何見てんの、なおとくん。いや、多分、まだっすね。まだだね。いや、これどうだろう。見に来るのかな。まだ発表あったのは、だって、なおとくんと、その稲垣くんだけでしょ。はい。あとのセレクションのメンバーとかは、カンタとかってもさ、一緒にやったの？やりました。あ、やってんのか？相手チームで。リクン、リクン。ほんとだ。観客いっぱいいんじゃん。ほんとだ。あそこグランド。はい。やっぱ観客いっぱいいた方が面白いっすよね。上がるね。うん。あ、ナオスさん、来るっぽいっす。そうなの？はい。それは湧くんじゃない？観客多いのが絶対いいよね。満車だって。え？止められないじゃん。え？パンパンじゃん、車。うわ、箸入ってない、熱っ。あ、でも、そこに行かないとな。なるほど。足りるんですか、その小ささで。足りない。絶対足りない。満車じゃん。あ、ひでくん、ひでくん。ひでくん、ひでくん。後ろ？はい。ひで、かっこつけてるじゃん、なんか。彼女、彼女。え？彼女って言う。彼女って言うの？あ、ほんとだ。だからカッコつけたのよ。満車はきついって。満車行くね。満車ってどうするの？この近く駐車場あるの？反対側？第二駐車場みたいなのあるんじゃないの？大きい場所とかなら。大きいか分かんない。でもあっちじゃないんじゃない？一番そこ押さえてると思う。ういっす。第一駐車場が満車だったみたいな。やばくね、普通に満車は。お、満車じゃん。すごいね。あ、これ奥に歩くね、駐車場。じゃあさ、奥まで行くの。こんな。どうだ、ピーマン出ちゃってます。奥ありますか。あ、いた。あ、でも1台も並んでんのか。ん？コメント出てる。パーキングいっぱいだと何？わあ、読めない。それ漢字的に？いや、あの反射してめっちゃ見づらいです。まあもう一回浮き上がるから誰かコメント入ったら。画面暗くないですかこれ。嘘。そう、わかんないか。あ、こんにちは。どうですか、待ちますか。この先にもあるんですか。どうする。どれぐらい遠いですか。300m。 なかなかね、なんか対象されないですか。焦りますよね。あ、要は酔いました、酔いました。焦りますね。多分行って入っちゃった方が早いかなと思います。あ、中にですか。うん、あの向こう行ってから戻ってきた。あ、でも、あと…あとすぐっすね。大丈夫です。はい、待ちます。申し訳ないです。じゃあ左側とお待ちください。はい。もしもし。あれ、リクも…ああ、変わったのか、運転。はい、これさ、遅刻どうすんの。あと10分あるから大丈夫っす。おー、村さん、譲ってよ。10分あれ間に合うんじゃない。だってもうついてるじゃん。はい。
いや、これは想定外だ。ちょ、りくん変わっ て。満車で誰あれゆうくんか。あ、じゃあなめさんに運転してもらえますか。やっとこうか、やっとこうか、回しとこうか。残り5分だっても動かなかった。俺回しといてあげる。マジ使います。では、よし。でも誰、ゆうゆうくん、でも行けるっすよ、たぶん。え、満車？ただいま、満車です。少々お待ちください。ただいま、満車です。しばらくお待ちください。発信ボタンを押して、駐車券をお取りください。あれ、もうでもヒデとかもいないじゃん。あれ？彼女じゃないですか。なるほどね。開いた、開いた。開きましたよ。どこが開いたんだ？あっちだね。出口寄りの方。あ、あじゃん、あそこね。リク、あ、あ、すみません。さあ、決戦会場に着きました。あ、いたやん。よしよしよし。いいじゃん、いいじゃん。いいとこ、いいとこ。やれてる、やれてる。いいとこ、いた。ぶつかっちゃうんじゃねえ、あれ。もう初心者の駐車です。カタガチ初心者？撮ってまだ5月だから。ちょ、初心者がサングラスするのだけ本当やめて。いや、お願いしますそこは。おだす。攻めすぎじゃない？大丈夫でしょ？じゃあ頑張ってきます今日。攻めすぎっすか？ちょっと外出てさ、外出てさ、ちょっと閉めてババって、あんたら集合でしょ？はい。ババって閉めて。オープンチャット用のオフショットパンって撮って、で頑張っていくよ。はい。パッパッパッていこうか、ここから。ねえ、せっかく見てくださってるから。皆さん、カメラ出せる？臨場チェック。これで一回、インカメとあれアウト切り替えます。会場近くの山田うどんでご飯食べてます。応援させてください。無事到着、運転お疲れ様でした。ありがとうございます。カンタが、初心者マークのカンタが運転頑張りました。駐車場混んでました。はい、満車で待ってましたけど行けました。試合頑張ってくださいとコメント来てます。お二人頑張ってきます。よし、結構荷物がねあって、最後じゃあちょっと広いところで閉めて終わりましょう。今28人の方見てくださってます。これから、決戦に向かうと、あ、いいですね、顔つき変わりましたね。さすがです。あ、いいですね、戦う顔になりましたね。閉めてね。おい、初心者初心者鍵閉め忘れっていうありがちなやつやってくれてました。翼も甘いの入れて、ルーティーンしっかり準備万端。楽しみにしてるわ試合。ちょっと試合はね、いろいろ流せないっていうのもあるんですけど、ぜひ会場来た時は声かけてください。会場で、この2人を見かけたら、写真でもサインでも、写真でもサインでもということで、何でも。じゃあ1回止まって2人締めましょうか。今日はじゃあちょっとね、いろんなトラブルあって、トラブルからスタートしましたけど、社内配信、はい、今日試合意気込み一言ずつお願いします。絶対勝ちます。はい、もうよろしくお願いします。おいっす。自分のゴールでチームを勝たせるんで、はい、よろしくお願いします。いいね、心強い。じゃあ引き続き今日はここからが本番なので、2人は、はい、試合頑張って結果出してください。お願いします。お願いします。じゃあ氷さんじゃあ今日は以上になります。ありがとうございました。
でちょっとさ